この工場だ。はい、例の国境界の異端審問官が昨日突入しましたが、未だ戻っておりません。おそらく死んだな。まあそれはいい。これでまた成分が揃ったか。今のところ4つ。さて、そろそろ刈り取りの時期だな。デレ来たか。それで、なんと。許可がおりました。直ちに突入せよ、とのこと。ふふ、了解了解。では、あのお方にお伝えせよ。かしこまりました。それにしてもガラハのやつ、大して役にも立たず死んだものだ。所詮は口だけだったな。第七席の国務大臣で満足すればいいものを。なんとくだらない男だったな。まあいい、それも予定のうちだ。私が必ず回収してみせる。すべてはあのお方のために。ライラが不機の人となった翌日、殺し屋のベイル・ブランドーは配下を率いてレグリナのいる廃工場前に陣取っていた。それも近隣住民に気づかれないよう人知れず注意深く息を潜めていた。そしてあのお方と呼ぶ者の許可を仰ぎ、ここに廃工場への潜入を敢行することになった。ガラハと同様、聖言の存在を知っているベイル。一体彼らは何の目的で聖言を狙っているのか。未だ正体の見えぬ影がレグリナに近づきつつあった。お前を倒す、それが任務だからな。あ、かわいいか、人形。して持ち帰りたい。
上がるかしら。
可愛い子に殺されるならいいかも。私の勘ではあなたは勝っ
に危険。私のような弓の名手。手に倒されるんだ。誇りに思いな。やっ。
待ちなさい。